レンコン泥付き状態のレンコンレンコン出荷量2本、1の茨城県土浦市のハスダレンコンとは、ハスの地下茎が肥大したもので、食用に栽培される。原産地は中国もしくはインド。ハスネ、レンケイ、グーなどとも書き、主に小宅地やハスダなどで栽培される。内部に空洞があり、いくつかの節に分かれている。節の長さは品種によって異なる。 輪切りにすると穴が複数開いている形になる。穴の数は中央に一つ、周囲と合わせて大小10個程度であることが多い。レンコンは空気が少ない霊中にあるため、空洞は取り込んだ空気を行き渡らせて、呼吸を助ける役割がある。空気を送る傭兵も、切ると断面に複数の穴がある。日本では先を見通すことに通じて縁起が良いとされ、 正月のおせち料理などにも用いられる。レンコンを折った時に見られる糸状の物質は、同管内壁の螺旋糸が引き伸ばされて出てきたもの。旬は10月から3月までで、レンコンホルは冬の季語である。数え方は1本、2本である。助数詞も参照のこと。ハス自体の原産地はインドとされているが、食用に限った場合諸説があり。 現在のところ不明である。日本国内においては、考古学資料として大賀発の例があり、2000年以上、前の縄文時代にすでにあったとする説もある。文字資料では、レンコンに関する記述が、日立国風土器、演技式に記されている。日立国風土器には、神よに、天より流れ岸水沼なり、生降るところのレンコン、味わいとことにして、 完璧こと、よそに切れたり、病あるもの、この蓮を食えば、早く差し得て、げんありとある。日本では、奈良時代に、レンコンの栽培が始まったものの、当時の在来種は、収穫量が少なく、本格的に栽培されるようになったのは新たに、中国種を導入した、明治初期以降のことである。そのため、世界的にも、レンコンを食用とするのは、日本と中国だけとされるが、 実態は不明である。現代の朝鮮料理にも、レンコンを用いたものがあるが、伝統的なものかは不明である。ミャンマーのビルマゴでは、T、AZW、チャーズー a ハスの牙と呼ぶが、ミャンマーでも、食材として扱われている例が見られる。出荷時期などが異なる栽培品種が複数ある。レンコンデンは、泥が深いため、胴付け長靴が必須で、夏は暑く、冬は、 泥水が冷たい重労働である。堆肥を使うなどして泥のチミや柔らかさを高めると見た目がよく糖度が高いレンコンが育つ。日本では作付け面積、出荷量ともに茨城県が全国トップで特に土浦市、霞ヶ浦市、小見ま市、稲敷市で盛んである。出荷量では土浦市が1位、徳島県鳴門市が2位、愛知県愛西市が3位。 山口県岩国市が4位と続く。なお、通常のレンコンの穴の数は8つだが、岩国市で栽培されるレンコンは、穴の数は9つであると俗に言われる。泥のついたままの状態で出荷、販売されるが、これは光や空気からレンコンを守り、日持ちさせるためである。主に水着状態のものが中国から大量に輸入されており、安価で販売されているレンコンは、ほとんどが 中国産である。化食部の約80%が水分で、残りは炭水化物が約17%、タンパク質が約2%、海分が約1%、食物繊維が約5%等。化食部 100g の熱量は 74kcal ロロ。カリウム、ビタミン C 等の水溶性ビタミン類、カルシウム、亜鉛、チン等を含有する。 脂質並びに、使用性ビタミン類はほとんど含有しない。レンコンは、ポリフェノール系化合物による合併を起こしやすい食材であり、調理時にスミツにつけるなどの方法が取られる。色止めをしたものはシャキシャキとした歯ごたえになるが、しなかったものは、もちもちとした食感になる。下準備の済んだものは、輪切りなど適当な大きさに切り分けられ、冷凍。 または水につけられた状態で販売されている。切ったものを調理するほか、すりおろし、パウダーも食材として利用される。レンコンの成分に脂質がほとんどないので、油を使用した調理法と相性が良い。ありがとうございます。